紀元前14世紀は、西暦による紀元前1400年から紀元前1301年までの100年間を指す世紀。メムノンの巨像。エジプトは、ルクソールのナイルガーサガンに建造された高さ18メートルのアメンホテップ3世の巨像。ローマ時代には、トロイア戦争の英雄メムノンに否定され、巨像が何らかの物理現象で声を出していたことが、 ストラボニやパウサニアスによって記録されている。アマルナ芸術。エジプト第十八王朝の王アメンホテップ四世は、アトン人信仰による宗教改革を断行した。とも、テーベからテルエルアマルナに移され、この地で、エジプトにあっては、例外的な写実的な芸術が花開いた。画像は、王妃、ネフェルティティの教像グ裏。ツタンカーメンオーボ。 アマルナからテーベに関とした少年王ツタンカーメンはその短い知性も相まって長らく忘れられた存在であった。しかし、イギリス人工古学者カーターによって1922年に発見されたほとんど洞窟されていない王墓と埋葬品の数々は驚きをもって迎え入れられた。画像はツタンカーメン王の黄金のマスク。カッシート人の身長。 バビロン第三王朝とも呼ばれる、この王朝のクリガルズ一世の時代には、新種とトゥルクリガルズが建設された。画像はトゥルクリガルズのジックラと、注釈出典。ありがとうございます。